アベマオリジナルの結婚モキュメンタリー番組、私たち結婚しました後、の第1話が3月15日の23時から1時間スペシャルで放送された。写真、百瀬匠にプロポーズの言葉を伝えた堀妙な、他番組カット、14点、私たち結婚しました、は、韓国で2008年から約9年間レギュラー放送された国民的大ヒット番組を日本版にリメイクした、 芸能人同士の期間限定の結婚生活に密着するアベマオリジナルの結婚モキュメンタリー番組。今シーズンは堀、ホリミオナモモセ・永長田・貴人白まみマミルの2組が結婚生活を送っている。史上最年少での出演となるモモセは事前のインタビューで、21歳で結婚すると思っていなかったです。今まで彼女もいたことないので、どこか行くなら部屋でプロレス見ていた方が楽しい。 わら <laughs>、と自身の恋愛感を明かした。一方で、堀は、楽しみと緊張が半々。思ったことを言うタイプで裏表がないのでそこを分かってくれる人だといいな、世間の方の固定概念をぶち壊していきたい、と意気込みを語った。二人は初対面を果たすべく遊園地に登場。最初に与えられた、園内にいる妻を見つけてください、といったミッションを遂行すべく、 広い園内を歩き回る桃瀬暗い並木道に立つ堀を発見し、ついに初対面を果たした。挨拶を交わすと、堀は、たった今出会ったばかりの百瀬に、私の旦那さんになってください、とプロポーズ。百瀬が快諾した瞬間にイルミネーションが点灯し、幻想的でロマンティックなムードに包まれ、2人は待望の夫婦生活をスタートさせた。百瀬が、 結婚指輪のサイズを知りたくて、と取り出したのはリングゲージ。桃瀬は、堀に、すごくいい指輪を用意するんで、と約束した。遊園地デートを楽しみ尽くした二人は、最後に観覧車に乗ることに。堀を、天然っぽいな、って思っていた、と桃瀬が打ち明けると、スタジオ MC 一同はこれまで園内で天然発言を連発していた桃瀬に、いや、こっちが言いたい。と思わず突っ込んだ。 観覧車が頂上に到達すると、二人は記念に写真撮影。堀は自然な様子で百瀬のほっぺをツンとし、出会ったばかりとは思えない仲睦まじい様子を見せた。デートを振り返り、百瀬は、とんでもなくキュンキュンしますね。今までにない、幸せな感情になりました。堀は、目を見てくれたり、笑顔が素敵なので、そういう仕草にキュンとしました、と語った。続いて、 新居への引っ越しの日を迎えた二人は家具の搬入や組み立てを進行。椅子の組み立てにチャレンジし、説明書を読み上げる百瀬の口から、ボトルを入れ、ボルトだ、とまたも天然発言が炸裂した。また、椅子をひっくり返さず下に潜り込んだ状態でボルトを入れる姿に、スタジオ MC の三浦翔平は、なんかワンちゃんに見えてきた、とぽつりと呟いた。そんな姿を見た堀も、 ずっと可愛いですね。全年上女子が好きなんじゃないですかね。とももせの魅力について語った。なかなか見ることのできない、翻弄される堀の表情は必見だ。